シスケートが描いたエドワード・ケーブの肖像画、エドワード・スクライブが版画にしたものを、1740年頃、1759年5月のザ・ジェントルマンズ・マガジン・エドワード・ケーブは、イギリスの印刷業者、編集者にして出版業者、ザ・ジェントルマンズ・マガジンという、今日的な意味での世界最初の雑誌を発刊したことで知られている。ケーブは、靴屋の息子として、 ボリックシャーのラグビーの近郊、ニュートンに生まれ、そこのグラマースクールに学んだ。しかし、彼は校内での盗みを校長から厳しく求断され、挙句の果てに方向処分になった。その後彼は材木賞、記者、印刷屋などといった様々な仕事を経験する。そこで彼は教育を受けた人たちが興味を持つような話題を、商売から文学に至るまで毎日トピックスを、 掲載する雑誌を出してみてはどうだろうかと思いつき、ロンドンの印刷屋や本屋にやってみないかと打診した。しかし誰も興味を示さなかったので、警部は自分自身で手掛けることにした。ザ・ジェントルマンズ・マガジンは1731年に発刊され、芝叩く間に当時最も影響力のある、そして最も模倣された雑誌となった。この雑誌は警部にも大きな財産をもたらした。 警部は目先の利く、商売人でもあった。彼は全勢力を雑誌に傾注し、クラーケンウェルのセント・ジョンズ・ゲートにあった彼の事務所をほとんど開けるということはなかった。彼は数多くの寄稿者を使い、その中でも最も有名だったのが、かのサミュエル・ジョンソンである。ジョンソンは常に長年にわたり彼の主たる雇用師となってくれた警部に感謝していた。また、 警部は自分でもシルバヌスワーバンの名で雑誌にいくつかの記事を寄稿していた。彼はルイス・ポールから250台の軸防石器のための免許を取得している。これは水防石器の前身である。1742年、彼はノーザンプトンの大理石の加工工場を買収し、これを綿防石工場に作り変えた。 これがおそらく世界初の水力による宝石工場だと思われる。この工場はおそらく利益が上がったものと思われるが、ごく控えめに言って利益が出るといったレベルのものであった。この工場は1761年閉鎖された。警部は通風を患っており、1754年に死去。クラーケンウェルのセントジェームス教会に埋葬された。ありがとうございます。